ハゲチャンネルでゴルフ熱が再熱ゴルフ道場ハゲパーシモンハゲですえー、今回はですねハゲチャンネルでゴルフ熱が再熱というタイトルをつけさせていただきました ごめんなさい。ちょっとね、喉の調子が悪くてですね。えー、先日、令和2年、2020年最後のパーシモンハゲのクラブベアトークライブをやったんですが、その時にですね、ハゲチャンネルでゴルフ熱が再熱して、ゴルフが面白くなったというですね、視聴者さんからのコメントを多数いただきまして、 もうこのコメントがね、何より一番嬉しかったですね。ゴルフ熱が再熱したと。まあ、スイングの話であったり、クラブの話であったり、プレースタイルの話であったり、いろんな話をハゲチャンネルで私しておりますが、そういう、う私の動画、私のチャンネルで、 ゴルフ熱が再熱した。もうね、YouTube やっててよかったなーってめちゃくちゃ思いましたね、これは。で、今回、一応タイトルはハゲチャンネルでゴルフ熱が再熱っていうタイトルにさせてもらったんですけれども、ちょっとですね、ある雑誌を読んで、これは絶対にちょっと もの申させていただかなければと思ったことがありましてこのゴルフ熱が再熱とも関係するお話なんですけれども視聴者さんの中にはやはりねいろんな YouTube を見ていろんなスイングを試して全然当たらなくなってしまって全然ゴルフがつまらなくなってしまって もうやめようかなとまで考えていたっていう方も数多くいらっしゃいました。まあその中でハゲチャンネル偶然見てゴルフ熱が再熱したっていう方は非常にラッキーだと思うんですね。で、まだまだ世の中高年ゴルファーはゴルファーの中には このチャンネルで、私のチャンネルで再熱した方は、これラッキーだったんですよ。でも、私のチャンネルをまだ見つけられずに、泥沼にはまり込んでる方は非常に多いと思うんですね。私のチャンネルでは、特殊なスイング理論ではなく、スイングの基本となる部分のお話を、 しております。世のゴルフ理論たくさんあるんですけれども、いいんですよ。いろんなこと試して。ただいろんなこと試して、あ、これは私に合わなかった。じゃあって言って戻る基本がないと、面白くなくなってしまうんですよ。 試すのはいいことなんですけど試してやっぱり合わなかったじゃあ基本に戻ろうということで基本練習に戻ればいつでも戻れる修正できるんですけれども今回はこのスイングやってみようじゃあこれダメだったから次はこのスイングやってみようではこれはもう負のスパイラル抜け出せません で、今回ね、もの申したく、これはちょっともう言,言っとかないとまずいと。えー、思ったのはですね、とある雑誌を読んで思ったわけです。で、このとある雑誌はですね、えー、日本で唯一のゴルフ漫画専門誌ということで、 売られていいる本でございますリニューアル以前は私も非常に大好きな雑誌だったんですけれどもちょっとねリニューアルしてからこれではこれを読んだアマチュアゴルファーの皆さんはこれは泥沼にはまっていくんじゃないかなと。 なぜ世界基準のスイングがアマチュアゴルファーに必要なんですか世界基準。しかも世界基準って基本欧米ベースじゃないですか。欧米人と日本人どれだけ体違うんですかと。 なんでクラブでもスイングでも欧米のね理論が最先端でその理論をやろうとするんですかとそれをもちろんで、えー、まあ参考にしてやってみるっていうのはもちろん全然思いに結構だと思うんですけれども。 絶対ね、これはね、当たらなくなって悩み苦しむアマチュアのゴルファーが増えるぞと。私のチャンネルを見てくださっている方はまだまだ世のゴルファーの中のごく一部ですけれども、なんとかもっとですね、広めたい。 そういう特殊なことをするんではなく、基本をやり続けていけば、どんどんうまくなりますし、ゴルフ楽しくなるんだよっていうところをね、伝えていきたいし、広めていきたいんです。で、そのためにはですね、今、 私のチャンネルを見てくださっている方々が、この周りの悩んでいるゴルファーの方々にね、ぜひ紹介していただきたいんですよ。もう私一人の力じゃ私のチャンネルは広まらないんです。今、私のチャンネルを見てくださっている皆さんの力も借りないと、 もう見てくださってる皆さんの力を貸していただければもっともっと世の苦しんでる中高年ゴルファーの皆さんを救うことができるんです世界基準のうんうんスイングの真相早く振るコツを教えますあいやもうそのまま言っちゃったな欧州式なんとか打法とかねいやー 危険、本当に危険。その特殊な技術、技術じゃないんだよな、これ理論、ただの理論なんでね。まあどうしてもね、これがね、お伝えしたくてね。で、リアルにやっぱりそういう理論な、そういう打法だをやって、えー、悩み苦しんでた方が、えー、ハゲチャンネル見て、8時、4時やって、 ゴルフ熱、最熱っていうところまで行ってる方が非常に多いのでね。もう、2020年も残りわずかですが、2021年も、私、パーシもおハゲは変わらず、8時4時、小手先ちょんだ方、最新が最良ではない。これはクラブも、スイング理論も、それをね、広めていきますよ。 なので、えー、このチャンネルを、私のハゲチャンネルを見てくださってる皆様、ぜひ、広めてください、ハゲチャンネルを。お願いします。もうね、もっともっと、再熱する方を増やしたいんです。もう、再熱していただければいいですけど、本当ね、やめてしまう方もどんどん出てきますから、 これだけゴルフ理論が複雑になっていくとね。なので、これは私、パーシモンハゲからのお願いです。視聴者の皆様、ぜひ、ハゲチャンネルを広めてください。よろしくお願いします。まとまりのない話となりましたが、まあ、いつものことですが、あとちょっとね、鼻声で、えー、お聞き苦しい点が多々あったかと思いますが、えー、ご勘弁を。えー すいません。本当にまとまりのない話になっちゃったんですけど、とにかく今危険なリールゴルフリールのが多いんでね、これ以上悩み、苦しむゴルファーの方を増やしたくないので、ぜひ、えー、視聴者の皆様、お力を貸してください。ハゲチャンネルをもっと広めていきたいと思っておりますので、私も、えー、頑張りますので、ぜひ皆様、後押しのほどよろしくお願いします。 今回も最後までご視聴ありがとうございました。パーシュもハゲでした。ごきげんよう